セーフハウスってここなの？キリュウさん。ああ、中は案外広い。この人数で押しかけても大丈夫だ。この辺だけ開発されずに残っちまったようなアパートですかね。一派の人間が何人か詰めてる。別に感じのいい奴らじゃねえが、俺は一応信用してる。わかりました。そちらが春日一番さんですね。どうかな。銃を向けてくる相手には素直に話せねえな。まあいいでしょう。どうせハワイでの我々は人でもなくほとんど無力です。春日さんの協力なしには仕事できませんから。変に期待されたくないので言いますが、我々はここにいるメンバーで全員です。え、これだけなんすか？たったの4人？今回の任務にあたってはアメリカ政府の目を引かずに済ませたいんですよ。彼らはハワイに常駐してますが、日本からの出向は私と桐生さんの2人だけでして。俺の上司で花輪だ。偽名だけどな。当然の備えです。無断で第三者を任務に引き入れた挙句、本名を堂々と晒すとは呆れますよ。こいつらは任務を全うするのに欠かせない奴らだ。現に茜さんの情報に一番近づいているのは俺たちなんだろ。非常に残念ですが、それは認めざるを得ません。春日一番だ。それと富澤さんと千歳さんですね。あ、私はさっき桐生さんと会ったばかりで、三田村英二です。どうも。この場所はあなた方に提供しましょう。ただし現時点であなた方が持っている茜さんの情報は全て教えてください。彼女を見つけて安全に保護することは私たちの共通の目標です。この場を使わせてもらうんだ。そちらさんの言うことは聞かねえとな。春日さん、動画楽しく拝見しましたよ。ありがとよ。ただ惜しむらくはハワイ中の敵にあなたの顔が売れてしまったことですね。目的の茜さんにはこれっぽっちも近づけず、あなたを追う敵だけをいたずらに増やす結果となってしまった。おっと、手厳しいな。春日、そろそろ種を明かしてもいいんじゃねえか。ん？種？どういうことですか？お前、動画を撮るかどうか考えたときに、バラクーダ以外のマフィアの存在を確認していただろう。あれで何か別の狙いがあることは察しがついた。それに頑丈や病がちょっかいかけてくるのも見越してた様子だったからな。え、そうだったっけか。へへ、さすが桐生さん、やっぱかなわねえな。あの動画にはもちろん茜さんから俺たちを見つけてもらう目的もある。それができればもちろんベストだ。でもそれとは別にもう一つ目的があったんだ。ん？あの動画を見て俺たちを狙い始めるやつをあぶり出すことだ。どういうことだよ。春日一番ってやつがハワイに来て生き別れの母親を探している。
この情報に食いついて俺らにちょっかいかけてくるやつがいたら、そいつは結構な情報を持ってると思わねえか。あ、確かに。一番の探してる生き別れの母親っていうのが、今ハワイのマフィアが躍起になって探してる茜さんと同一人物だって分かってるってことだよね。なあ、さらに俺っつー、まあ息子がいるってこともきっと知ってる。その二つが揃わねえと俺を付け狙う理由がねえ、うん、結果どうなったかというと、バラクーダはトミーの脅しが効いたせいかちょっかいをかけてこなかった。病もあの動画を見てやってきたが、奴の興味は完全に桐生さん一択だった。茜さんのことなんて一切話題に出なかった。確かにな、あれが芝居とは思えねえ。そして唯一茜さんを探す手がかりとして俺にアプローチしてきたのが頑丈の連中だ。間違いねえ、あいつらは茜さんについて俺らも知らない情報を握ってる。ん？あ、そうだよ、ずっと引っかかってんだけどよ、頑丈のやつら一番が茜さんの息子だって知ってたよな。この女を探してる。だからその息子を捕まえて女を誘い出す餌にする。確かに言ってたかも。ねえ花輪さんよ、確かに当初の狙い通りあの動画が茜さんに届けば一番良かった。でも次の一手の手がかりがつかめたのは結構いい収穫なんじゃねえか。なるほど、結果としてあなたの狙いがハマったことは認めましょう。ですがこれ以上の勝手な行動はぜひ慎んでいただきたい。次から気をつけるよ。いやー、スカッとしたぜ。なんだよ、そんな狙いがあるなら事前に言っとけよ水癖。外したら恥ずかしいからよ、こういうのは成功した時だけ言うんだよ。あ、ずるい。さてと、問題は頑丈の情報源だな。そうっすね、沢城の頭はずっと偉人調だし、俺はここにいるみんなにしか言ってねえ。もう一つ、茜さんかその周辺のルートから情報漏れしたとも考えられる。何にしても頑丈から聞き出せばはっきりするはずだ。連中の情報源が誰か知れば、それは俺らにとっても茜さんを探す手がかりになる。ってことは頑丈の奴らをとっ捕まえて聞き出せってことですね。ああ、ただし下っ端じゃなくてちゃんと情報を持っている幹部でなきゃ無意味だ。あの幹部っていうか、頑丈とつながりがあるって言われてる人はいますよ。ネハンギシってホテルのオーナーでハワイの有名人。ネハンギシ？ええ、そこのオーナーが頑丈のボスなんじゃないかってアングラサイトじゃよく聞く噂話ですね。ちょっと待ってください、画像を探してみます。これですね、ウォントウ。ウォントウは世界各国の超富裕層がハワイに資産隠しをするときに重宝されているようです。そして彼がネハンギシを運営し始めた頃から頑丈も勢力を急拡大させました。ウォントウが頑丈の幹部級以上であることは確実でしょう。じゃあそのネハンギシってとこに乗り込むってわけか。無謀ですね。今言った通りネハンギシは頑丈にとってハワイの最重要拠点です。当然厳重な警備が敷かれていますし、ウォントウはドワイトよりもずっと切れ者で慎重派です。第五地区に乗り込むのとはわけが違うってことか。だがこうしている間にもハワイ中のギャングが茜さんを見つけようとしている。
花輪さんよ、なんか手はねえのか。ウォントーってやつに近づく手段は。うまくいくかどうか定かではありませんが、考えられる道筋はあります。あるんじゃねえか、もったいぶらずに最初から言えよ。言わないでいたのはそれくらい実用性の低い話だったからです。ですが状況が状況です。一応提案しましょう。ネハンギ氏の中にはハワイを訪れた富裕層のための裏カジノがあるともっぱらの噂です。そしてウォントーはそこで接客をしている。客としてカジノに入れればウォントーと接触できるってことね。ゴールは分かったけど、どうやって？ネハンギ氏のカジノの他にも、ガンジョーはホノルルシティの各所にカジノを設けていると言われています。そこで金払いのいい乗客であることをアピールできれば、ネハンギ氏への入場が許されるかもしれない。向こうも転がり込んできた金づるをむざむざ手放すほど商売ベタではない。一軍監督に会いたきゃ、まずは二軍で頭角を現せってことだ。確かにハードルは高えな。それでその二軍用のカジノってのはどこにあるんだ？それがわからないのです。何？現地警察も頭を痛めているらしいのですが、カジノを開いているはずなのにその証拠を一向に抑えられていないらしいのです。どういうことだそりゃ。分かんねえけど、やるべきことははっきりしてるな。まずはそのどこにあるかわからねえ幻のカジノを探そうぜ。ま、そういうことだよね。だな。エイちゃん、おめえはどうする？私はここにいさせてもらっていいですか？その方が春日さんたちにお役に立てると思います。多分。ええ、構いません。わかった。何かありゃすぐに連絡してくれ。